インフィニオンテクノロジーズは自動車メーカーや各種産業向けに半導体を製造する多国籍企業。パワー半導体、特にイベット及びパワーモスフェットにおいて世界トップクラスの市場シェアを有する。ドイツミュンヘン近郊のノイビーベルクに本社を置き、世界30カ国以上に現地法人を持つ。フランクフルト証券取引所上場企業。1999年に ドイツの総合電機メーカーでコングロマリットであるシーメンスから分離、独立して誕生した株式会社である。シーメンスはインフィニオンの株式の18.23%を2005年に保有していたが2009年現在では3%未満である。2009年現在、全世界で約2.6万人の従業員を抱えている。 2009年9月発表の過去1年間の収入は約30.3億ユーロである。2006年5月1日に半導体メモリ部門を新子会社基盤だとして分割した。従業員は約1万2000人。設立後すぐにニューヨーク証券取引所に上場したが2009年1月破産を申請した。インフィニオンは自動車用や産業用のほか 様々な分野へ、半導体製品の設計、開発、製造、販売、及びシステムソリューションの提供を行っている。また、アメリカのカリフォルニア州産のゼシンガポール、東京に子会社を置き、世界展開している。2005年度の決算では、約67億6000万ユーロの売上高を上げ、従業員数は36,400人であった。 2011年には、主に携帯電話用のモデムチップを開発販売していた無線ソリューション事業を約14億米ドルで、米国の半導体会社インテルに売却し、同事業から撤退した。インフィニオン製のモデムチップは、アップルの iPhone4 に採用されるなどの実績を持っていた。2000年3月13日に、フランクフルト証券取引所とニューヨーク、 証券取引所に上場したが、2009年4月、ニューヨーク証券取引所から自主的に上場廃止し、オットークックスにおける米国予託株式の店頭取引に切り替えた。フランクフルト証券取引所では、ドイツ株価指数主要30名柄の一つである。2014年8月20日、米国インターナショナルレクティファイアーを現金約30億米ドルで買収することで合意した。 この買収により、インフィニオンは、パワー半導体市場のシェアにおいて、2位の東芝に2倍以上の差をつけて引き離す見通しである。2015年11月、日本のルネサスエレクトロニクスへの出資に関心を示していると報道されたが、交渉は停滞した。2016年7月14日、米国クリー社からパワー &RF 事業部として分社化した。 ウルフスピード社を8億5000万ベイドルで買収すると発表。2020年4月16日、米国の同業サイプレスセミコンダクターを買収試行会社とした。メモリーやプロセッサーなどを除いた半導体市場全体の約3分の2の市場を狙っており、特にパワー半導体に注力している。オペレーションズプレジデントのピーター・シーファーによれば、 全工程と個工程で再化できる部分が多いため、パワー半導体の自社生産にこだわる。パワー半導体は、合計150から 200mm のウェハーで、作るのが一般的だが、インフィニオンは、競合他社に先駆けて 300mm ウェハー化を進めている。インフィニオンの名称は、英語で無限などを意味する、インフィニティニコ代ニリシア語で、永遠、英語などを意味する、エオン。 をつけたものである。無限のアイデアで積極的な連想精神を呼び起こすことを表している。またモットーはネバーストップシンキングである。インフィニオンの主要製品は集積回路である。日本法人はインフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社である。親会社インフィニオンの100%子会社で インフィニオン製品の販売及びその関連事業を行っている。1980年2月、富士電機とシーメンスによって、富士エレクトリックコンポーネンツ株式会社として設立された。その後、シーメンスの資本比率引上げに伴い、1996年にシーメンスコンポーネンツ株式会社に社名を変更した。1999年にシーメンスから引き継いだ。 インフィニオンの100%子会社となり、インフィニオンテクノロジーズジャパン株式会社に社名を変更した。東京都品川区の本社に加え、名古屋市に支店を、大阪市に営業所を持つ。2009年9月に組織変更を行い、それまでの無線通信事業、車載用事業、産業用事業、チップカード事業の4事業部を WLS を除く3事業部に再編し、 市場対応への迅速化と柔軟性の向上を図っている。ありがとうございます。